東証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日お伝えすることですけれども、日経平均の位置、そして銘柄の紹介といたしまして、6145の日徳ですね、こちらを紹介したいと思います。まず2ページ目になります。日経平均の位置となります。昨日時点ですけれども、PR の方は 18.6 倍というふうになっております。PBR の方は 1.09 倍、BPS、PBR の 1.0 倍ですね。こちらの方は2万510円、200日の移動平均は21,784円というふうになっております。3ページ目に行きます。ここで日経平均ですね、今現在の株価どのような水準かというのを見たいと思います。225の銘柄なんですけれども、今期の営業利益ですね、-20% というふうにコンセンサスになっております。EPS の方は -7% です。でこの、今期の EPS なんですけれども、伸び率、EPS かける 0.93 というふうにしますと、今期の、EPS の予想ですね、1117円というふうになります。一般的に言われております PBR の14倍ですね、これを掛け算すると 15,640円というふうに、かなり、低い状況になります。ただなんですけれども、来期ですね、来期営業利益の方は 42% 増、EPS の方は 49% 増というふうになっております。これを先ほどのこの1117円、今期予想されておるものにかけますと、1665円となります。これをまた PBR の14倍ですね、ここをかけますと23,304円というふうになります。今現在の株価はこの22,000円台ですね、ほぼほぼ回復、新型コロナ影響が収束しまして来期回復するといったところ、そこの水準を織り込んでいるといったところです。これから上といったところでは、材料ですね、米中の関係分かりませんし、米国大統領の状況も分かりません。第2波いろいろ等々ありますので、下に行く上に行くといった時もあります、あると思うんですけれども、まずこの 15,640 円、ここまで下ということは先が見えなかった時の状況でも 16,000 台でしたのでないと思います。ただこの先の明るい材料ですね、こちらが見えないという時状況にありますので、この 23,000 円ぐらい、このぐらいの状況というのが当面続くのではないかというふうな状況です。ですので今現在の水準ですね、特に違和感のあるような株価の水準ではないかと思います。4ページ目いきます。騰落レシオになります。昨日時点では119.8というふうになりまして、だいぶ落ち着いてきました。一時150を超えるような状況はありましたけれども、ほぼほぼ、落ち着いてきた状況となっております。5ページ目、こちらソックス指数になります。1980というふうになっております。先々週ですかね、一時2000ポイントを超えて最高値取っておりました。昨日の東京エレクトロンですね、この状況を見ましても先行きとしましては非常に力強い状況があるかと思います。半導体関連ですね、中長期に伸びるというのはかなり角度が高いと思いますので、ソックス指数に沿って関連の銘柄ですね、伸びていくのではないかと思います。6ページ目、こちらは WTI になります。こちらは 38.0 というドルパーバレルになっております。およそこの40、50ドルパレルのいわゆる平均コスト、このあたりまで近づいてきましたし、マーケットでも40ドルぐらいですね、このあたりを見ておりますので、ほぼほぼ落ち着いた水準ということかと思います。6ページ目、こちら市場別規模別の騰落率になります。今年からの騰落率を見ております。見ていただきますと、マザーズですね、唯一プラスで 17% で、一方リートですね、こちらマイナスの20というふうになっておりまして、かなり二極化しとるというふうな状況です。8ページ目、こちらは業種別の状況です。こちらの方も今年からを見ております。見ていただきますと、医薬情報通信精密ですね、こちらがしっかりしております。新型コロナの関連ワクチンですとか治療薬、こういったもので医薬品が伸びますし、情報通信は巣ごもりですとかテレワーク、こういったものに関連するものが多いです。で精密の方もいわゆる治療薬、カテーテル機器ですね、カテーテルですとかその他、非常に日本が強い分野であります。こういったしっかり中長期で成長するというふうな業種ですね、比較的揃って強いというふうな状況です。もう下の方、石油ですね、-24% というふうに、やはりこれは WTI の原油の下落ですね、
先物の下落、こちらの方で関連の業種、なかなか厳しい状況が続いておりまして、低い、状況となっております。こちら、9ページ目は東証一部の新高値新安値というふうに、なっております。グラフ見ていただきますと、3月下旬の大きな下落から、しっかりと増加基調になっております。足元、この6月に入りましてやや落ち着きましたけれども、それでもですね、比較的、しっかり新高値が出てきております。特に新安値ですね、こちらが、ゼロが続いているというふうな状況。真ん中の方に主な新高値銘柄、この、1週間と、昨日までですね、4日間、ここの状況で出しておりますと、この、書いてあるような銘柄ですね、しっかりしておりました。特に注目は任天堂ですね、こちら、久しぶりに、新高値が出てきております。10ページ目になります。こちらは東証一部以外ですね、こちらの新高値新安値というふうになっております。見ていただきますとグラフです、表ですね、やはり東証一部と同じような状況になっております。ただ、こちら、上がり方としましては東証一部の方がきれいに上がってきておりまして、新安値もですね、1、1、2と、まあ、非常に少ないですけれども、出てきておるというふうな状況になっております。真ん中のところ、こちら、主な新高値銘柄ですけれども、こちら書いてあるような、銘柄になっております。特にこちら、変化ですとか幕開け、これは、最近上場しまして、さらにその、新しい市場ですね、こちらを作っていくというふうな感じで、最近マザーズでも準主力というふうな位置づけで、非常に好調な状況が続いております。それでは銘柄の紹介いきたいと思います。本日は6145の日徳ですね、こちらの紹介をしたいと思います。この会社どのような会社かといいますと、この FA 巻き戦機の世界トップメーカーというふうに書いてありますけれども、いわゆるコイルですね、コイルを作るための機械、そのコイルを作るための装置を製造しておる会社になります。ポイントといたしましては、これからの業績なんですけれども、米中中小摩擦ですね、こちらで特に 5G の動向、こちらの方が注目されます。中長期的な成長余力というのはしっかりしていると思います。12ページこちら少し長く取っております。売上高と営業利益ですけれども、今期の会社計画ですね、こちらはコロナの状況影響が分かり次第開示といったところです。ただ昨年これ今年に入ってからもですね、 5G ですとか自動車の電動化 EV 化のニーズ、こちらは強いという感触があるそうです。で、こちら下の方で 09.3 期、11.3 期、このリーマン後ですね、こちらのところで一回業績が非常に落ち込みました。その後 11.3 期 12.3 期と非常に利益が出てきております。これはこの時に業績技術磨きまして、スマホ市場にぴったり対応したんですね。こういったところで利益がすごく伸びました。今回もややこの利益の方下がってきておりますけれども、 5G 関連自動車の電装化ですね、ここで一気に変わる可能性があります。13ページ目、受注残と受注高と受注残になります。この会社ですけれども、今の現在の設備の状況からしますと、この受注残高ですね、150億円ぐらい、そちらが適正な水準というふうに想定されます。20.3 期の4級100億円というふうに3級から下がりました。やはりこのコロナの影響で人が動けない、この会社は特にその工場に来てもらってから見て、それから出す、一緒に動くというふうになりますので、なかなか厳しい状況があったと思われます。14ページ目、こちらの方は業績受注ですね、受注の状況なんですけれども、今期なんですけれども、 5G 向けの引き合いですね、これは強い。家電、ただ米中通商摩擦、こちらが影響しておるというふうな状況。家電なんですけれども、エアコン関連が好調。自動車なんですけれども、電装は顔はしっかりしておりますけれども、欧州自動車メーカーですね、こちらの投資がどうなるかといったところが、やや気がかりというふうな状況です。最後、もう一度売上高と営業利益を見たいと思います。一旦下がりましても、しっかりと、市場に合わせまして、機械、装置を、提供してきました。今回も、コロナの状況でなかなか今期厳しいかもしれませんけれども、この後の 5G ですね、間違いなく伸びるといったところで、中長期に見ていきたいと思います。以上、7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。